Peggy 16. はい、皆さんこんにちは。こんにちは。はい、私は、ゴッドイーターシリーズのプロデューサーの富澤祐介と言います。そして、ハズトクシリーズゴッドイーターシリーズの総合ディレクターの吉村博史と言います。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ吉村さん。はい。今日ね、なんでこんな風になってるかというと、ついに。ついにトイターシリーズが欧米に正式にリリースされることになりました。やったよ。どうですか気持ちは。まあ、ゴッドイーターシリーズね、5周年ということで、日本では2010年に、まあ、新たに生まれて、まあ、一緒にこういろんなタイトルを作ってきたわけですけども、まあ、やっと、やっぱりこう英語圏、そしてたくさんの、まあ、言語の皆さんにこう遊んでいただける日が来たのはね、ちょっとうるっときますよ。ちょっとでもね、緊張するね。緊張する、やっぱゴッドイーターっていうのは日本の中でお客さんと一緒にね、コミュニケーションさせてもらいながら、こう作ってきたタイトルっていうのもあって、やっぱお客さんに見せるときっていうのはどういう反応が返ってくるかっていうのはね、非常にやっぱこう気になるっていうか、そうですね、ドキドキする。今までとはね、全然違うまた地域のお客さんとね、コミュニケーションさせていただいたと思うと、まあ、ドキドキとワクワクがすごいことになってますけどね。ね、なのでぜひこれからはもう世界中の皆さんとコミュニケーションしながら、このゴッドイーターシリーズをワールドワイドで展開していきたいと思ってますので、ぜひ Facebook とかいろんなところでコメントをいただければ、僕らはこっそり見てドキドキしてますのでぜひ発売まで一緒に楽しみながらね、プロモーション期間も、やっていければなと思ってますので、今後、まあ、このサイトだったり Facebook とかで、まあ、たくさんの情報を少しずつ出していくそうなので、なるほど、日本の情報は見ずにぜひぜひこれからリリースされる情報を楽しみにしていただきたいと思ってます。またこういった感じのムービーでも、いろいろ普段は言えなかったこととか、日本のユーザーも知らないようなこととか、エクスクルーシブな情報をどんどんお届けしていこうと思ってますので、ぜひこのムービーもチェックしてみてください。それでは今後のゴッドイーター楽しみにということで、今日は以上と、はい、ということになります。それじゃあ、またまた。